ジャニーズ事務所タレント、広告から消える広告業界のジャニーズ離れの背景と今後の展望。日本の広告業界において、ジャニーズ事務所所属のタレントが CM から次々と姿を消している。昨年から続いていた平野潮の P&G、パブリンズ、CM 契約が終了し、他のジャニーズタレントも含めて数々の CM が終了している。 このジャニーズタレントたちの広告からの撤退は、広告業界にとって大きな変革をもたらす可能性がある。本校では、なぜジャニーズタレントが広告から姿を消し始めたのか、その背後にある理由を探り、今後の展望について考察する。ジャニーズタレントと広告の歴史。 ジャニーズ事務所所属のタレントが広告業界で活躍することは、1980年に近藤雅彦がハウス食品の CM に出演して以来の伝統となっていた。数々の企業がジャニーズタレントの人気を利用し、商品やサービスの宣伝に彼らを起用してきた。しかし、最近ではこれが変化の兆しを見せている。平野紫耀の CM 契約終了。 昨年7月から P&G のパブリンズ CM に出演していた平野志様。彼の CM 契約が終了し、代わって熱血キャスター松岡修造と杉ちゃんが起用された。広告代理店関係者によれば、外資系企業としては平野の契約満了後、再び契約することなく、以前から契約していた松岡に戻すという方針だったという。 この動きは、ジャニーズタレントと広告業界との関係が変化していることを示唆している。他のジャニーズタレントも広告から姿を消す。平野仕様だけでなく、他のジャニーズ事務所所属タレントも広告から姿を消す動きが広がっている。 利権ビタミンの CM に出演していた生田東馬と菊池風馬、セブンイレブンジャパンの CM に出演していたメンバーたち、池田も反動の無比 CM に出演していたタレントたちも契約終了となっている。さらに、資生堂も木村拓也との契約を終了し、ハウス食品も桜井翔との契約が終了しており、 代わりに他のタレントが主力商品として広告に登場している。ジャニーズ離れの広告業界。これらの広告からの撤退は単なる偶然ではなく、ジャニーズ離れの兆候と見られている。ジャニーズ事務所所属タレントが過去数十年にわたり広告業界で非常に影響力を持っていたが、その崩れが起きている。広告代理店関係者によれば、 これからが本番であり、企業は株主の意向を無視できないとのこと。ジャニーズ事務所のタレントが起用されていた企業は、順次契約期間が終了する中で、新たな戦略を模索せざるを得ない状況にある。ジャニーズ離れの背後にある理由。なぜジャニーズ事務所所属タレントが広告から離れているのか。その背後には複数の要因が考えられる。 まず一つは、ジャニーズ事務所のイメージが損なわれつつあること。最近では、ジャニーズ事務所に所属するタレントたちに対して、性暴力問題が浮上し、これが企業としてのイメージに悪影響を及ぼしている可能性がある。さらに、広告業界においては、企業が商品の原材料や輸送コストの上昇に直面しており、消費者に対して商品価格値上げを求める一方で、 高額な契約料をジャニーズ事務所に支払い続けることに対する疑問が浮上している。特に山下達郎のラジオ番組での発言が批判され、株主総会での質問や意見が出された企業もある。企業は広告を通じて消費者に訴えかける一方で、その広告に起用するタレントやアーティストに対しても慎重な姿勢を取る必要があるとされている。 今後の展望。ジャニーズ離れが進む中、今後の広告業界はどうなるのか。広告代理店関係者は、これからが本番であり、ジャニーズ事務所のタレントとの契約が終了する企業は新しい戦略を模索せざるを得ないと指摘している。企業は広告を通じて消費者にアピールするためには、適切なタレントの起用やコンセプトの選定が不可欠であり。 これをジャニーズ事務所のタレント以外で実現するためには新たな試みが求められるだろう。また、ジャニーズ事務所側も今回の動きを受け、広告業界との連携を模索せざるを得ない状況にある。タレントのイメージ向上や問題の解決に努めることで、再び広告業界での存在感を高めることが求められるだろう。 ジャニーズ事務所所属タレントが広告から離れる動きが拡大している中、これは単なる一時の現象ではなく、広告業界とジャニーズ事務所との関係が大きな変革を迎えつつあることを示唆している。企業としては、広告を通じて消費者にアピールする一方で、適切なタレントの起用や契約料の問題に慎重な姿勢が求められる。 一方で、ジャニーズ事務所も広告業界との連携を模索し、タレントたちのイメージ向上に努めることで、再び広告業界での存在感を取り戻すことが期待される。今後の動向に注目が集まる。